するる人物であ1868年、ライン川湖畔のビューデスハイムに生まれる。父は、旅館業、の一部同種の仲買人であり、経済的には、恵まれた環境で育った。ダルムシュタットのギムナジウムに学び、この頃から試作を試みる。ギムナジウム卒業後はすぐには大学へ行かず、1年ほど、スイス、イタリア、パリ、スペイン各地を放浪。 パリ滞在中マラルメに会い、象徴主義的主婦を確立する上で多大な影響を受けた。ベルリン大学で学んだ後1902年に、芸術同士を、創刊、芸術史上主義に共感する、フグ・フォン・ホーフマン・スタールなどの同士が集まりゲオルゲ、ハとも呼ばれた。マクシミリアン・クローンベルガー1902年に、当時14歳の美少年、マクシミリアン・クローンベルガーを知る。 1904年に髄膜炎のため休止した。この青年は、マクシミーンという名で神格化され、彼の死の中に登場している。生涯にわたり定住せず、ヨーロッパ各地を放浪する生活を送った。ウィーンではカフェグリーンシュタイドルにも顔を出した。カフェグリーンシュタイドルは、1847年に開店し、文芸サークル、青年ウィーンの詩人や作家がここに集まり、 定期的に会合を開いたカフェハウスである。それはアルトゥール・シュニッツラー、リヒャルト・ベア・ホフマン、上述のホーフマン・スタールといった面々であった。よく知られている詩集に魂の四季、生の絨毯などがある。ミヌージオにあるゲオルゲの墓1933年に政権を取ったナチスはゲオルゲの先民的とも見える思想を利用しようとしたが、 ゲオルゲはそれを避けるように、ドイツを去り、同年12月に、スイスのロカルノで病没した。ロカルノ近郊のミヌージオに埋葬された。弟子の一人に後に、アドルフ・ヒトラー暗殺計画の首謀者となった、クラウス・フォン・シュタウフェンベルク伯爵がいる。彼の死には、アルノルト・シェーンベルク、アルバン・ベルク、アントン・ベーベルンなどの作曲家が曲をつけている。ありがとうございます。